やべ、寝すぎた。はい、どうも、てっぺいです。今回はサンデー、久しぶりにね、引っ張って乗っていこうと思います。最近サンデーに乗ってなくて1ヶ月ぐらい。ちょっと空気圧が落ちてるんで、空気入れてからスポットに向かいたいと思います。で、行こう。はい、またよくわからんスポットに来ました。なんか長細い道路ですね。ここ一応道路とはつながってないんで車は来ないんですけど、なんかスケボーでしか使えなさそうな立地ですね。今日はまあ1ヶ月ちょっとぶりのサンデーちゅうことで、寝起きすぎて力が出ん。ほんで今回はストリートのチャリに全然乗ってなかったんですよね。まあ冒頭にあった空気圧見てくれれば分かるんですけど、すごい乗ってなくて1ヶ月ぐらいは乗ってなかったんですよ。なんで今日は何回トライすればフルキャブがメイクできるのかっていうのをやっていこうと思います。まあ、僕最近フラットの自転車変えて、前乗ってたフラットの自転車がトップチューブが18.9かな、それぐらいで、今乗ってる新しいリッキーのシグネチャーフレームが、トップチューブがね、確か19.5インチだったんですよね。で、その0.6から7インチぐらいの長さに慣れるまでに3日か4日ぐらいかかったんですよ。まあ、それまでハイドラントがメイクできるぐらいで、ペグイリーができなくなったんですよね。そこでまあちょっとあーってなってた時に、ちょっと久しぶりに1ヶ月ぶりぐらいにサンデー乗ってみようと思って今日持ってきたんですけど、めっちゃでけえ。これやべえ、180が怖いから。なんで何回飛べばメイクできるのか撮っていこうと思います。タイヤまだ変えてないです。それじゃあフルキャブ一発目。
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. それじゃあ、あとフルキャブ1回メイクして今回は終わりにしたいと思います。雨が降ってきたんでこんな感じで橋の下で撮ってるんですけど、今回はこんな感じで動画を終わりにしたいと思います。フルキャブは12回トライすればメイクできましたね。まあストリートも正直乗らないとちょっとやばいですね。まあ今回はこんな感じで動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。